はい、すいません、お待たせをいたしました。私から2件ご報告申し上げます。まず、今日の閣議でですね、エネルギー分野における規制、制度改革に関する関わる方針が、閣議決定されましたので、ご報告申し上げます。これは行政刷新会議の下でエネルギー分野における規制制度改革について議論してきた項目のうち、調整を終えた項目について取りまとめられたものでございます。環境省関係で、申し上げますと、自然公園内における地熱発電施設の設置に関する規制の見直しに関する事項、これが最も大きな規制改革の項目になります。これを含めて計13項目が盛り込まれたということでございました。また国民の声、規制制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針も閣議決定をされておりまして、その中で環境省関係で2項目盛り込まれたところでございます。もう1件は、災害廃棄物の処理の進捗状況でございますが、先にこのボードに入る前に、そうですね、まず3月末がもうすでに過ぎておりますので、仮置き場への移動ということでございますが、4月2日現在で発生推計量のうち 75% が完了したということでございます。今後、建物のですね、解体により生ずるものを除きますと、97% が、仮置き場への、移動が、終わっているということでございます。この移動をですね、24年3月末までに完了するという目標を設定をしておりましたので、この 75%、さらには、解体をしているものを除けば、97% ということでありますけれども、100% まではいきませんでした。この、目標については、達成をすることが、できなかったということでございます。被災地の皆さんには、本当に依然としてですね、この廃棄物が、仮置き場にすら搬入できていない地域があるということで、大変申し訳なく、思っております。この原因なんですが、特にですね、大量に廃棄物が発生をした地域において、その処理が、なかなか進んでおりませんので、結果として解体がなかなかうまくいかないというですね、そういう、状況になっております。